皆さんようこそいらっしゃいました。この会を逃しちゃうと大変損しますよ。皆さんどうぞどうぞどうぞお座りください。ですね、今こちらにいらっしゃるマット・ハルトさん、よろしくお願いします。マット・ハルトさんなんて言ったってほとんどご存じないと思いますけども、実はこの人はですね、日本の紹介、これ妖怪アタック、これは英語なんですけども、これを書かれて、日本のそのなんていうんですかね、このおどろおどろしいお化けのことについては彼が全部世界に紹介しているというような非常に有名な方です。それで彼は日本の漫画翻訳バトル、漫画翻訳コンテストというのをコミック協会がですね、日本の漫画の協会が主催してるんですけれども、そこの審査委員長をやられてます。それで日本の漫画をですね、非常にその世界に紹介する、この間朝日新聞に大きく出てましたよね。そうですね、はい、自衛隊の、軍艦にですね、漫画のベタベタ貼ってあるというようなことがちょっと皮肉を交えてですね書いてある。だからこそ今日ですね、ここの題名、今日の題名ちょっと出してもらえますか。聞くと切っちゃうんですね。そうですね、かわいい、聞くと刀っていう昔有名な本がありましたよね。それ聞くとかわいいですね。刀を捨てた日本がいいって言ってるんですよ。刀を捨てた日本がいい、意味深長ですよね。これ安倍晋三に聞かせてやりたいという言葉ですけども、早速ですね、マット・ハルトさんに思う存分話していただこうと思いますので、ぜひ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず軽く自己紹介をさせていただきたいんですけれども、マット・ハルトです。13年ほど前に妻と2人で日本に引っ越してきて会社を設立しました。アルトジャパン株式会社、アルトジャパンというエンターテインメントを中心として主にゲームソフトと漫画とかいわゆるポップカルチャーを中心として翻訳をする会社です。ですので、もういろいろ日本の幅広くポップカルチャー、現代な文化の作品におかげさまで関わせていただいて、この不思議ないわゆるレンズで日本の文化を知るようになってきました。で、今日ちょっとお話をしたいのはですね、かわいいというコンセプトなんですけれども、先ほど萩野さんがおっしゃった通り、戦後にルース・ベネディクト先生という方が聞くと刀という本を書いてアメリカにはベストセラーになったんですよ。その本の内容は、なぜ戦後だから、なぜ日本、アメリカと日本との国の間にこういう摩擦があって、なぜ戦争になったのか、で日本人の何ですか、特徴とか日本人の性格を説明しようとする本でしたね。で、当時ベネディクト先生は聞くですね、つまり日本の伝統的な文化、日本のトラディションですねを一つのレンズとして、でもう一つは刀で、いわゆる武士道で、その組み合わせで日本人の心、日本の心を外国人に説明しようとしました。でももう60年が経って、皆さんご存知の通り、もう日本はもう戦争しません。ですので、その本 の根本的な何ですか、考え方というかテーマというのはちょっとと意味がなくなってきたと思われますね。で、もし日本の伝統的な文化が変わらなかったら、刀の代わりに何が入ってきたのかと僕がちょっと思い始めたんですね。で、結局気づいたのは、かわいいです、かわいいです、聞くとかわいいとなってしまったんですよ。つまり日本という国は戦争からこういう柔らかい女性っぽい平和的なテーマというか文化を抱きし始めて、とても日本の今現代の日本の文化の特徴の最大の特徴とも言えると思われます。で、皆様ご存知かどうか分かりませんけど、海外にも可愛いという言葉はそのまま外来語として使用されています。それはなぜかというのは、
あの可愛いはもうもちろん英語にはキュートという言葉があるんですけれども、キュートと可愛いはうまく一致しません。ちょっとあのもちろん重ねる部分もあるんですけれども、でも日本の可愛いは特徴的なあのユニークなあの表し方ですので、海外にも評価あのされ始めて、こういう外来語として使用し始めました。で、それはなぜこういう方向になったというのは、もう少しあのその可愛いの歴史、戦後の歴史についてお話をしたいんですけれども、あの今回可愛いといえば、あのこのプレゼンの中で可愛いといえば基本的にイラストをについてお話をしたいと思います。もちろん可愛いというのは自動詞としていろいろなあの意味とか役割があるんですけれども、外国人が基本的に接触する可愛いというのは基本的にあのイラストです。作品、商品、いろいろあるんですけれども、その可愛いをもとにしてこういう聞くと可愛い日本の新しい方向についてお話をしたいと思います。まず可愛いのなんか根本的なあの予想とも言えるんですけれども、二等身キャラですね。あの日本人にとってこれは多分何ですか、とても馴染みなデザインですから、そんなにインパクトはあるかとは思っているかもしれないけど、海外にはこういうデザインセンスのあるキャラクターはほとんどいません。ほとんどいません。あのもちろんあのかっこいいキャラクター、つまりあのスーパーマンとかそういうアメコミ系のマッチョのキャラクターはいくらでもいるんですけれども、そしてたまにはエロい、あのまるでポルノのようなキャラクターもいるんですけれども、こういうなんか仲介にあのマッチョでもなくセクシーでもなくいわゆる可愛いキャラクターはアメリカには基本的に存在しないです。もちろんディズニーキャラクターとかもいるんですけれども、こういう何ですか、決まっているパターンではあんまり登場しないです。これは日本の戦後のデザインスタイルの、あの何ですか、世界の文化に貢献したデザインスタイルとも言えます。でこれをもとにしてすぐに想像できるキャラクターは2つあの想像あの浮かんでくると思うんですけれども、ドラえもんとキチちゃんです。これはもうどう考えても二等身可愛いキャラクターの代表なんですけれども、あのアメリカにあの特にキティちゃんはですね、アメリカにあの出始めた時にものすごいインパクトがあったんですよ。サンリオさん の, あのキャラクターグッズは大ヒットになって、あのアメリカのショッピングモールにもあのそういう専門店ができて、本当に本当にあの70年代の後半と80年代の前半にものすごい影響を与えたんですよ。今でもあの日本の可愛いを語るときにアメリカ人は基本的にキティちゃんを想像するんですよ。まあ、日本人にとって可愛いはとても何ですか、日常的な言葉ですから、そんなに深くは考えてないんですけれども、あの外国人がこういうデザインを見ると瞬間的にこれがまさに日本だというイメージがあの頭に浮かんできます。でもちろんドラえもんもそういう代表の一人なんですけれども、残念ながらほぼ最近までアメリカには登場しなかったんですね。あのこれからちょっとあのボイジャーさんとね、ちょっとそれで僕が注釈を入れた方がいいと思うんですけど、あの今そのドラえもんが出てきたんでちょっと注釈を入れておきたいんですけども、実は、ドラえもんの英語版ってね、あのちゃんとしたものがアメリカでは出てなかったんですよ。その英語の翻訳をしたのがマット・アルトさんです。いや、まあ、あの妻と二人で、あ、そうですね、あの、はい、実はあの日本人のですね、大変美しい、奥様がいらっしゃいまして、お二人で、これをやっていただいたという経緯があるんですね。まあ、それをベースにちょっと お話を続けてください、はい、というわけ でこれはあの70年代の日本の代表的な可愛いキャラクターとも言えるんですけれども、あのもうあの栄える文化としてもう進化しつつあったんですよ。今でも進化しつつあるんですけれども、70年代から80年代までにもちょっと進化があって、80年代になった代表的な可愛いキャラクターとは何なんでしょうか。これなんです。ドクタースランプという聞いたことあると思うんですけれども、うまくあの可愛いというデザインを劇画という漫画のスタイルに組み合わせてこういうスタイルができたんですけれども、あと特徴的なのはもう日本で
まあ、馴染みなことなんですけれど、何でも魂が宿っているというあの文化があるんですけれども、八百万の神々とか、まあ、妖怪文化にもよく登場しそう擬人化されたキャラクターなんですけれども、ドクタースランプにはもういくらでも擬人化されたキャラクターが登場しました。本当に本当に大量の擬人化されたキャラクターが登場して、その中の一つなのはもうあのみんな見たことあると思うんですけれども、うんこまでもあの擬人化されてあのキャラクターとして登場させました。これアメリカ人としてもヨーロッパ人もそうなんですけれども、これをちょっと想像しにくいです。一体どうやってこれをキャラクターにできるとか、一体どこが魅力があるのかと、日本人はくだらないのかと勘違いするケースが多いですけれども、やっぱりあのそれは海外ではこういう多神教あの擬人化する文化がないからですので、あのものすごく新鮮かつ深いなあの不思議なあのところに不思議な存在だと思います。でもこれ80年代から可愛いはキャラクターだけではなくて、こういう擬人化されたものがあのちょっと登場し始めて、あのそういう可愛いの初の進化としてあの見始めました。で、まあ、ご存知の通りドクタースランプはすごく日本ではヒットしたんですけれども、これも残念ながらあのほぼ最近まで英語版はなかったんですね。あの文化的なあのハードルがすごく高かったですので、ほぼもう10年ほど前にあのやっとこういう英語版が登場しました。で残念ながらちょっと時間ずらしましたので、そんなにヒットはしなかったんですけれども、まあ、今はアメリカ人でもこういう擬人化された可愛いキャラクター、この究極な擬人化されたキャラクターも楽しめます。はい、これはあの80年代の代表的なキャラクターなんですけれども、その後はバンダイという会社がかわいいをどういうふうに商品できるのかといういろいろ工夫したんですけれども、結局のところはあのバンダイさんがあのこういうあのライツの持ち主であったガンダムというシリーズがあったんですけれども、まああの皆さんご存知の通りガンダムはもう比較的にハイターゲットで、ティーネイジャーとかあの大人までにもなんか人気を呼んだかなりあのダークなあの作品、戦争の、ね、あの悲劇を描く作品なんですけれども、バンダイさんは可愛いというフィルターをつけて、こういうデフォルメ可愛いガンダムということを考え始めて大ヒットになったんですよ、80年代に。であの可愛いというのは可愛いだけではちょっと足りないですので、あのスーパーデフォルメというブランド名をつけて、あのこういうキャラクターたちを続々とあの発売し始めました。であのガンダムだけではなくて、いろんな作品に同じフィルターをつけて、例えばゴジラとか、そういうゴジラももともとかなりあのダークな、特にあの最初の50年代のゴジラはかなりダークなネタなんでしたけれども、可愛いをそれをあのそれ別の話として可愛いというレンズというフィルターをつけて可愛くしたんですよ。80年代の後半までに何でも可愛くできるというフィロソフィーがあのものすごく定着しました。あの例えばダークでも、例えば女の子のものでも、例えばあの本当にあの青年向けのものでもあの何でも可愛くなりました。青年向けといえばあの可愛いと青年向けのものをあののとの組み合わせがロリコンという名前で、あのすごく人気と、あとなんかいろいろな社会的な問題を起こしたんですけれども、それも可愛い現象 の一部としても考えられます。でそれは昔の話なんですけれども、今はいかがですか？今の可愛いは何ですか？そんなにあの世の中には可愛いとは思ってないんですけれども、それは日本人はもう日常的にこういう可愛いものを見たりとか買ったりとか使ったりので、あのそんなに気づいてないと思うんですけれども、外国人として初めて日本に来ましたらすぐに印象を受けるのはこれなんです。街の中の看板です。いろいろ可愛い看板がありますね。でこれはもう子供向けじゃないですね、どう考えても。これ税務署のね、あの小企業向けのこういうなんか税の法律なんですけれども、こういう可愛い子がマスコットになったりとか、あとこういうあの何ですか、あの暴風林とか、あのそういうあの
公害を守るためのね、あのところを説明するためのものですけれども、これどう考えてもそこの、あのその両閣の方々にとってとても大切な存在なのに、こういうなんでなんか可愛いマスコットが説明してくれるのかと外国人は思ってるんですね。あとこれはもうあの栃木県で、あの大月という方で、あの見かけたんですけれども、これ狩人向けの、あの看板なんですけれども、まあ、マナーとかエチケットというかそういうものなんですけれども、これも可愛くアレンジしました。でも大将はどう考えても子供じゃないでしょ。あの銃を持ってるのは子供じゃないです。あのこういう狩人になってもどう考えてもね、大人でしょ。これ迷彩服着ちゃいけないって書いてあるんですね。そう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 。でもだからアメリカ人はもうこういう、あの可愛いは必ずと言ってほど良い子供向けのものです。子供向けのものです。でも日本ではそんなことないです。あの本当にあの無差別的に、あの登場していろんな場面に、あのこういうあの可愛いキャラクターが登場して、あのいろいろ説明をしたりとか、あの情報を提供したりします。それ特にね、あの僕が見た限りこういうのは、あの見てみたくない、考えたくないものとか、ちょっとあの何ですか、複雑なものは 特別に可愛いと あの組み合わせが多いんですよ。なぜかというのは、普通単なる文字で書いたら多分カリウドさん読まないんですよ。こういうキャラクターがあの目印になって、そういう何ですか、仲介役として、そういう説明する役になってしまいますよ。もうこれはもう誰もがこれ税務署の書類を読みたくないと思いますね。ですのでこういう可愛いキャラクターを登場させて、まあとにかくね、あの表紙を見て多分読もうかなというのが刺激を与えるんですね。アメリカの税務署は絶対にこういうことをしないんですよ。本当に文字だらけで誰も読まなくて、もういろんな問題を起こすんですけれども、どのアプローチが正しいかどうかは僕は言ってないんですけれども、違うのは確かです。これは日本の、あの文化の、あの大事な存在になりました。で本当に最近の最近の話ですけれども、可愛いは可愛いの一番登場しやすい場面としてはですね、ご当地マスコットですね、いわゆるゆるキャラです。今どこでも見かけるようなものですけれども、例えばもうみんなふなっしーとかくまモンとか、そういうキャラクターをもういくらでも 見たり、あの聞いたことがあると思うんですけれども、まあ、まず言わせていただきたいのは、アメリカにはそういうキャラクターはいないです。まずいないです。いない。でもそういうマスコットをね、ですのでアメリカ人はそのマスコットを見て勘違いするケースが多いですよ。勘違いします。それはなぜかというのは、キュートとして判断して、でキュートは子供向けのものですから、アメリカでは、海外では。ですのでなんで子供向けじゃないのにこのマスコットを登場させるのかという、あのちょっと疑い始めるとか、クレームし始めたいんですよ。あのなぜこういう可愛いマスコットキャラクターたちが勘違いされるというのは、まずあの可愛いではなくてキュートとして訳される場合が多いんですよ。よくあの新聞の記事とかそういうところに、なんかアメリカでなんか書かれているときにはキュートキュートという言葉を出しているんですけれども、まずあの可愛いという、まあ、外来語になったんですけれども、新聞に載せるほど人気というか、あの認知度が高くないですので、まだキュートという言葉、子供向けの赤ちゃんっぽいキュートが、あのご応用するのが、あのメインです。他には、あの何ですか、あのキュートは基本的に、あの女性が使う言葉ですよ。ですのでこういう性別的に、あのやっぱり子供とか女性とか、こういういわゆる社会的に弱いスタンスの方々しか使わない言葉ですので、マスコットを登場させて、あのちょっと勘違い、あそれを見て勘違いする外国人が多いですよ。あのアメリカでは、まあ、ヨーロッパもある程度そうだと思うんですけれども、あの基本的に子供にアピールするあのタイプは2つあります。種類は2つあります。マスコットといえばまず子供にアピールするマスコットと、あとスポーツチームが使うマスコットです。
それしかほとんどないんですよ、アメリカでは。ですので、そういう例えばくまモンとか特にふなっしーを理解する文脈がまずないんですよ、アメリカ人は。まあ、かわいいはまず違うし、でこういうかわいいの使い方もこういう表現もね、表し方も違いますし、勘違いを招く場合が多いですよ。で、あと最後の最後に、真面目な話には絶対にキュートとかかわいいというイメージとか話をしないですよ、アメリカ人は。どう考えても、どう考えても。なぜかというのは、相手を子供にさせるかというなんか勘違い、そういう考え方ですよ。大人同士が話しているのに、なぜ可愛いキャラクターが必要なのかとちょっとわからないんですよ、特にアメリカ人は。で、それを背景として、次にちょっとユニークな日本のマスコットを紹介したいと思います。これを初めて見たときに、ものすごくショックを受けたんですけれども、日本人見たらどう思いますね。自衛隊のマスコットです。自衛隊のマスコットです。これは90年代の、多分初登場させた自衛隊マスコットキャラクターのピクルズ王子というキャラクターなんですけれども、今でもたまには特に田舎とかでは看板がまだ残っているところにはもう見かけるんですけれども、ピクルズ王子です。ピクルズはなぜピクルズ王子になったというのは、ピクルズつまり漬物は主食ではないです。主食ではないですね。やっぱり戦争の国になりたくないので、僕らの日本の自衛隊は漬物のように、やっぱりね、政治家のね、やっぱりディプロマシーのね、それをまずして、で戦争とか自分を防衛するのがもう最後の最後の役割ですので、そういう名前を選んだらしいですよ、漬物の自衛隊です。これ初めて見たときにすごく驚きました。僕はかわいいを知ってる僕でも、子供にアピールするのかとちょっと勘違いして、やっぱり、どうかな、日本の将来はどうかなまでも思い始めたんですよ。それなぜかというのは、アメリカでもマスコットキャラクターがいたんですよ。特に第二次世界大戦とかベトナム戦争にももう頻繁に登場しました。こういう形で、これノーズアートと呼んでるんですけれども、飛行機のね、飛行機のパイロットたちがいろんなキャラクターを描いて出撃をしました。でも根本的に違うのは、可愛くないことです。可愛くないことです。そういうパイロットたち の, マッチョさを表すものです。そういう役割です。こんなに男らしいので、もちろん可愛い性的な相手の絵を描いたりとか、であとなんかこういう可愛いマスコットを描くときには、僕らがこんなにマッチョなので、こういう柔らかいものを描いてもいいんですよというスタンスですね。であとなんか可愛いと言われても、もうほら戦ってるんですよ、格闘技をしてますね、全然柔らかくないですよ。でこれワンちゃんなんだけど、ほら弾丸が飛んでるという、本当にもう日本の可愛いという文脈でとても解釈できない表し方なんですけれども、これノーズアートと呼んでます。ですので、アメリカ人は、特にアメリカ人は可愛いキャラクターと軍隊を同時に見たら、すぐにこういうノーズアートを考えて、やっぱりマッチョ的なことを想像します。自分をマッチョにする、男らしさを表すために、強調するために登場させてるではないかと、アメリカ人がよく勘違いします。これちょっと脱線なんですけれども、こういうノーズアートは今のアメリカ米軍では禁じられています。だからもう女性もね、戦い始めて、もうこういう、もうまるで裸のような女の子の絵を描くとは、やっぱりそういうセクハラとかにとしか考えられませんので、こういうノーズアートはもう基本的にアウトになったんです、アメリカでは。だから米軍基地行きましたら、こういうのはあんまり見かけないです、近代の米軍には。これは戦争の時にやっぱりルールがちょっと緩いだった時代にこういろいろ書かせたんですね。でこれはアメリカのノーズアートなんですけれども、日本にもノーズアートがあるのかね。あります、あります。
これは自衛隊の加熱式で撮影されたものなんですけれども、これは AH-1 アパッチ攻撃ヘリなんですけれども、特に対戦車とかやっぱりあの対人物にも使用されているんですけれども、本当に大きなガトリング砲とかミサイルポードが装着されているのに、こういう可愛い子が書かれていますね。でどう考えてもこの可愛い子はセクシーではなくて、それとも子供っぽくでもなくて、やっぱり可愛いものですね。いわゆる今 の, あの若者の表現でいうと萌えという言葉があるんですけれども、あのそういう萌えが好きなあの方々にとって、特に10代の男の間にいたしゃという現象があるんですけれども、子供にこういう可愛い子あのをなんかあのペンキで塗ったりとかシールを貼ったりとか、そういうデコ車 の, あの趣味のある方がいるんですけれども、まさにこのような登場ですね。でなぜ自衛隊はこういうイメージを使っているのかと僕が想像し始めたんですけれども、それは子供のにアピールするではなくて、やっぱりあの自衛隊に大切なのは10代の男と女の子じゃないですか。やっぱりあの自衛隊を支えるのは本当に自衛隊に入って、そう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 でいるんじゃないですか。ですので、そういういたしゃとかそういう趣味のある方々にあのアピールをしようとしているに違いません。本当にそういう意味です。で今回これは これだけじゃなくて、もちろん多分本当にあの戦場に登場しましたら多分こういうイメージは決して飛ぶと思うんですけれども、これもちょっと脱線なんですけれども、あの湾岸戦争の時に日本あのそういう自衛隊は何ですか、給油とか給食とかそういうあのなんかバックグラウンドで、あのでそう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 でいろいろあったんですけれども、日本の あの装甲車にはキャプテン翼というあのサッカーの漫画のキャラクターがあったんですけれども、あの、ま、そういうローカルの方々に攻撃されなかったのはそういう日本自衛隊の装甲車だけでしたよ。なぜかというのは、みんなさんそういう若い子とかみんなあのこう岩投げたりとかそういうデモをしてた子どもたちはもうキャプテン翼好きだったので、これは日本だよ、日本の装甲車だから、装甲車アメリカじゃなくてあの攻撃しなくてもいいんだと通しました。それはちょっとあの脱線なんですけれども、本当の話です。湾岸戦争の時にはちょっとマスコットとしてそういう漫画のキャラクターがあったんですけれども、で去年はあの横須賀基地でフリートウィークというイベントが開催されました。フリートウィークは世界中にあの海軍があの見学をさせるあのイベントなんですけれども、例えば米軍基地に入ったらあのそういう戦艦とか空母に見学ができるなんですけれども、もちろん日本側もそれに対応してあのいろんな、まあ、戦艦はないんですけれどもイージス艦とかあとあの空母もないんですけれども出雲というあの大型、ね、あの線があるんですけれども、いろいろ見学ができたんですよ。でちょっと興味があったのであのちょっと見に行ったんですけれども、いきなりその門を通してこういうキャラクターが登場しました。こういうあの海上自衛隊の、まあ、正式なマスコットかどうかわからないんですけれども、まさに可愛いという70年代80年代の可愛いのあのフィロソフィーとかデザインセンスを戦争のものに与えて、こういうキャラクターが登場させたんですよ。とてもびっくりしました。もうすごく可愛いのであの本当にな、ね、あの子供向けではないでしょうかと思ってたんですけれども、はい、でそれだけじゃないんですよ。もちろんこれ門の近くにこういうキャラクターがいるとはもうそんなに不思議もないんですけれども、あのイージス艦霧島というあの、まあ、戦艦というかに見学した時にこれを発見しました。これはあの武器の隣にあの武器というかチャフというあの敵のミサイルが飛んでくるときに、こうイージス艦はこういうおとりとして違うミサイルを出すんですよ、撃たれないように。そういう仕組みなんですけれども、チャフというあの専門用語なんですけれども、チャフを発射するチャフ発射機というのがあるんですよ。すべての戦艦あのアメリカも日本もそうなんだけど、防衛システムです。それを説明するためになんとチャフィーというキャラクターが登場しました。でこれはまさにその武器を擬人化して
で敵のミサイルが入ってきてチャフ弾出してこういう説明があったんですよ。それぞれ違うミサイルとかミサイあのこれロケット砲なんですけれどもそれぞれなんか可愛い顔がつけられてもうまるでもう漫画のように説明があってとてもびっくりしました。これ、ま、もうこれ本当に必死の時にしか使わない装置ですよ。本当にあの撃たれる時にしか使わないんですよ。みんなが死ぬかもしれないという時にしか使わない防衛システムなんだけど、はい、こういうかわいいキャラクターを登場したんです。それがこれを見て初めてかわいさがかわいいがここまで定着したとあの考え始めて、これをきっかけとして米あのアメリカの雑誌の記事を書いてあのおかげさまで評価されたんですけれども、外国人にとってもうちょっと考えられない可愛いの使い方ですね。これはあのアタゴというイージス艦なんですけれども、これはまさに米国のノーズアートみたいですけれども、あんまりセクシーじゃないですね。制服です。ですので性的なアピールではなくて単なる可愛いキャラクターを登場させてます。あのまあみんなあのそのあのイージス艦に所属されている若者はみんな10代の男が多いですから、多分自分の周りにこういう可愛いキャラクターがたくさんいるので、このようなあのマスコットを描くのは、まあ、多分当然ですけれども、外国の目線から見るとやっぱりちょっとインパクトがありますね。でこれまでもあります、自衛官の、ね、募集、自衛隊の募集のポスターなんですけれども、あの昨日あのゴジラのもまた出てきたんですけれども、やっぱりいろんなポップカルチャーを利用してあの自衛隊はねあのそういう人材を募集してるんですけれども、でも外国人がこれを見て一体相手は誰なのかと勘違いするに違いません。でも正直にあのちょっとあの僕はこれは悪いとは言ってないんですよ。あの可愛いは悪いとは絶対に言わないです。あの可愛いはもちろんあの分かりやすいし、あと描きやすいし、とてもなんかアピールしやすいあのイラストの表現だと思うんですけれども、なぜ自衛隊がこんなに使っているのは、もう子どもにアピールするではなくて、やっぱりあの日本社会全体、社会的な現象だからこそ、こういうキャラクターを登場し始めたんですよ。逆に言うと本当に戦争になったら多分この世の緩い募集のポスターとかこの緩いキャラクターは多分消えると思います。ですので今もう日本人はもう直接的に戦争を感じたことがないんですよ。最近もうあの本当に最近は全然ないです。アメリカではもうあのそういうトラウマを受けたあの軍人たちとか毎日のようにアメリカに戻ってきて、であの治療を受けたりとか、本当にひどい目に遭った人がたくさんいるんですよ、どこでも。アメリカはもうずっと90年代からずっとイラクとかあの中近東で戦争を起こしているので、あのアメリカ人にとって、あとのテロももちろんですけれども、アメリカ人にとって戦争は本当に本物の感じられる危機なんですけれども、日本ではその危機感があんまりないと思います。僕はアメリカ人としてとてもありがたいですけれども、毎年アメリカに戻るときにいつもちょっとワシントン DC、 あの実家はワシントン DC なんですので、あれはきっと目撃されていると思うんですので、すごくあの不快感があるんですけれども、あのこれも悪いとは言ってないんですけれども、でも日本は、日本という国はあの戦争しないからこそこういう可愛いキャラクターと自衛隊との組み合わせになってしまいました。というわけで、はい、いかがでしたか。ありがとうございました、はい、常日頃我々日本人が気がつかないようなことをですね指摘いただいて、ちょっとドキッとするようなこともあったし、はい、そのミサイルのこういう、あ、そうそうそうチャフィー、チャフィーですか。チャフィー、いや知らなかったです僕、チャフィー。もうまさにサンリオキャラみたいですね、はい、いや、ありがとうございました、はい、それでですね、マットさん、マットさんは先ほど冒頭に私申し上げましたけども、漫画翻訳バトル、これの審査委員長もされてですね、実は今年、はい、グランプリを与えた作品が一つありましたね、はい、ちょっとこの題名とは外れますけど、はい、これが蝶の道行き、蝶の道行き、素晴らしい作品です ね、 ですね、ちょっと一言そのちょことを、はい、いただけますか。去年初めて読んだんですけれども、蝶の道行きは、長崎に設定されているオイランの話なんですけれども、漫画翻訳バトルにもそういう作品として登場させて、
これをチャレンジした方はもう本当にお手柄だと思うんですよ。だからもう長崎に設定されているので、その今表現ありますし、あとなんかオイランというこういう日的な世界に設定されているので、もちろん専門用語が多いですよ。あの近代の日本人でも理解しにくい場面もありますので、外国でなんかこれでアピールするのはすごくあのかっこいいと思います。本当にいい作品だと思います。だんだんですね、ガデン飲水でこちらの方に話を引っ張ってまいりました。それじゃあですね、はい、今日特別出演でこの蝶の道行きを出版されているリード社の筑田さん、あのいらしていただいてるんで、ちょっと筑田さんの方から直接その蝶の道行きの説明をしていただけたらと思います。この蝶の道行き、今あの長崎の、まあ、時代も江戸時代ですよね。その花魁、遊郭で働く女性のですね、そのお話になってるわけですね。だから最もその外国人に理解する、まあ、日本人だってなかなか理解するの難しい、そういうような状況なんですけども、これを、まあ、リード社とボイジャーが一緒になってですね、ある海外へ展開するためのプロジェクトをちょっと進めてきたわけです。リード社っていうと皆さん漫画で斉藤孝雄のゴルゴ13で有名ですよね、あるいはチャンバラもの、そういう漫画で有名なんですけども、じゃあ よろしいですか。はい、じゃあ筑田さんのからお願いします。はい、今ご紹介いただきましたリード社の筑田と申します。よろしくお願いします。簡単に弊社のご紹介からさせていただきますと、先ほどちょっと言っていただきましたけれども、斉藤孝雄のゴルゴ13であるとか、鬼平犯科帳であるとか、時代劇コミックを中心に単行本を出させていただいております。先ほどマットさんが可愛いを説明されてましたけれども、弊社の単行本には可愛いキャラクターが一切入っておりませんので、はい、よろしくお願いします。で、はい、先ほどご紹介いただきました蝶の道行き の, まず作家の高山寛先生、高山先生には、弊社から出しております雑誌のコミックランの方で連載をしていただいております。蝶の道行きに関しては谷口二郎先生であるとか、かなり巨匠の方からもかなり評価を高い評価を得ておりまして、舞台は長崎の丸山遊郭というところなんですけれども、そちらの方でその花魁と、重い病を患った、男の、愛と死を巡るような物語になっておりまして、で高間寛先生は熊本県の天草生まれで、筑波大を卒業されてから、漫画家になられました。で日本で、評価を受ける前に先に海外の方で高い評価を受けていらっしゃいまして、2004年のアメリカのザ・コミックス・ジャーナル誌の、ベスト・オブ・ショートストーリー賞を受賞されたり、カルティエの本社 の, 商品ブックレットに短編を寄稿されたりとして、海外の方でかなり先に活躍が認められた作家さんでして、でその後、日本の方でも、徐々に人気が出ていらっしゃる作家さんです。で弊社の方から今出させていただいている単行本は蝶の道行きとこちらのサッドガールと、ニクスのランタンで、ニクスのランタンの方は今現在コミックランで連載中になっております。でサッドガールの方はこちらちょっと暗い内容の、漫画なんですけれども、こちらほぼ高山先生の、実話をもとに書かれた作家になってまして、ちょっと読むとちょっと暗い内容なのであれなんですけども、作家さん の人柄を知るには一番いい作品かなと思います。でニクスのランタンは現在コミックランで連載中でして、こちらもかなり今人気が出始めてまして、若い読者さんからも評価を受けております。で高間先生現在熊本で執筆されてるんですけども、この間の震災の時に被災されまして、高間先生熊本市内なんですけれども、あまり被害が大きくない土地だったんですけれども、高間先生結構
ものすごい激安物件に住まれてて、そこで、そこで執筆されてまして、家賃1万円ぐらい の、 あのマンションで書かれてたんですけども、そこがちょっと倒壊してしまいまして、まあ、かなり被災をされたということで、今当地ウェブの方でこちらでその際の体験記みたいなのを書かれてますので、よろしかったらご覧ください。でまあ、第4回漫画翻訳コンテストに蝶野道行をエントリーさせていただいたんですけれども、マットさんに審査員していただきまして、で、まあ、翻訳いただいた方が、作品優秀賞を獲得されたということ で、 で、まあ、かなり内容的にはまあ、現代の日本語ではなくて古い日本語を使われている場合があったり、特殊な、言葉はセリフとかそのあたりが多かったんですけれども、まあ、マットさんをはじめいろんな審査員の方から、翻訳の精度というか、ものすごくいい翻訳をされたということで評価いただいて、大変良かったと思っておりますというところです。はい、はい、ありがとうございました。ですね、マット・アルトさん、それから佃淳さん、リード者、そういうなんていうんですかね、いろんなその人間的な関係、お互いのいろんな人間の関係、そういうのの中にこのデジタルっていうのが徐々に育まれてきたと言っていいんですよね。で、今日マットさんに随分日本の潜在力のことを言っていただいて、勇気づけられたっていうかですね、少し自分自身の気持ちも大きくなってきたという感じなんですけども、じゃあ一体ね、これどうしたらいいか、それから今高山寛先生、外国でも評価されている、だったらこれをやっぱりまさに日本から海外へやっぱり出していこうじゃないかと、そういうことをひそかにボイジャーは考えてまして、実はそのドラえもんをやった時にマットさんに翻訳していただいて、そういうものの、そのノウハウをいろいろ溜め込んできました。我々がどういうことをしてやろうとしているか、それを見たいと思うんですね。それで、まあ、日本語の原稿っていうのは大体今どういう形で書かれているかっていうと、漫画でも何でもですね、インデザインっていうので書かれているんですよね。で、このインデザインっていうので一回作られているとですね、これをもとにこの多言語対応していこうと。多言語対応って言っても、他はですね、他人の他じゃないですよ。他言語は多いですね。多い対応していこうということで、ボイジャーが今やってること、マットさんに端を発し、リード者に移り、そしてそれを受け継いでやっていくということですね。ちょっとめくってもらえますか。で、ここにありますように、大体インデザインでものが作られている。このインデザインで作られているものを我々が受け取って、それを、まあ、そこの我々のデータベースに入れて、この翻訳用のエクセルっていうのを作っていく。で、この翻訳用のエクセルでもって翻訳をしていただくと、立ちどころに多言語対応ができてくるということを今日ちょっと見ていただこうと思います。で、今まあ、こちらに立っている女性、吉野っていうんですけども、吉野がこれを中心にやってますので、吉野の方から詳しく説明してもらおうと思います。お願いします。株式会社ボイジャーの多言語漫画制作担当の吉野しおりと申します。あ、はい、よろしくお願いいたします。多言語漫画制作、実際どのように作業を進めていくのかというところをですね、ちょっと今日はお見せしたいと思います。そのお見せする際に、ちょっと先ほどの蝶野道行という作品をお借りしてご覧いただきたいと思います。こちらですね、先ほどのワークフローで言いますと一番初めになるんですけれども、クライアントからまず日本語原本のインデザインデータをいただきます。こちらですね、今ご覧のように、まあ、セリフ全部日本語が入っているんですけれども、こちらの日本語インデザインデータから多言語対応インデザインデータというものを作成していきます。作成の方法としましては、こちらのセリフ一つ一つにですね、 ID 番号をつけていくんですね。こちら画面の左の構造ウィンドウを見ていただきますと、 ID 番号がどんどん増えていっているのが分かると思うんですけども、こちらの ID 番号がですね、今セリフの一つ一つと結びついております。その ID 番号でセリフを管理していくという形になっております。そうですね、処理が終わりましたね。これで多言語対応インデザインは作成できました。
でこの多言語対応インデザインに翻訳文を流し込んで翻訳言語のインデザインを作成していきます。で次のステップに進みまして、次はですねクライアントから翻訳文をいただくことになります。まず弊社からこのような翻訳文を記入する用の Excel をお送りいたしますので、こちらに翻訳文を入力していただく形になります。ちょっと小さいので拡大してご説明いただきますと、こちらセリフ一つ一つ のデータが入力されております。お分かりですか、この蝶野道行のボリューム1のこのフレームナンバーの1にはこの葉って書いてあるよとということなんですね。ですからこういうものにすべてこの先ほどダーッと出したものが入れられているということです。はい、そうです。でですね、そうですね、左からいきましてデータベースの ID と作品の日本語タイトル、それから関数とセリフを読む順番ですね、それからページとあと何コマ目に当たるかで、 JID が先ほどのインデザインデータにつけた ID 番号ですね、それで日本語のテキスト、そして一番右に翻訳テキストの記入列がありまして、こちらの一番右の翻訳テキストの列にクライアントに翻訳文を入力していただく形となります。今こちらイングリッシュとなっているんですけれども、例えばスペイン語の場合はスパニッシュだとか、これずっと向こうにアラビア語まで行けるわけですね。はい、こちらで管理をいたします。でこちらの翻訳文記入していただいたエクセルを弊社に送っていただきまして、またこちらで作業を開始していきます。でこちら先ほど作成しました多言語対応インデザインですね、こちらに先ほどの翻訳文を XML に書き出して流し込みをしていきます。今回中国語の繁体字 とリード社の方からいただきました英語の翻訳文を流し込んでいきたいと思いますのでご覧ください。まずこちら中国語からになります。この中国語はあれですよね、はい、Google の自動翻訳で入れたもんですからす、ね、中国の方いたらちょっと申し訳ないですよ。あまり正しいものとはなってないかと思うんですけれども、あれすいません少々お待ちください。はい、ちょっと大きくしてください。失礼しました。はい、こちらもですね流し込み全部自動処理で行っていきます。こちらで選択ダイアログで、こちらが中国語の XML ですね、選択をして実行をします。今ちょっと流し込まれた様子が分かったと思うんですけれども、一瞬にしてもう全部変わりました。はい、まあ、今言いましたようにこの中国語は Google 翻訳で使ったものですので正式に翻訳したものじゃないです。ただ英語は今リード社のさんの方で漫画翻訳バトルでグランプリを取ってる翻訳は、じゃあこれを入れてみようということですね。はい、英語はまたちょっと後ほどご覧いただきますのですね、こちらが中国語流し込んで、この時に本当の方も変えておりますので、これですね、今他のページにもちゃんと流し込まれているのか確認できると思うんですけれども、これで流し込みが終わりましたら、次はこのレイアウトの作業に移っていきます。でちょっとこちらですね、翻訳文もちょっと正しくないかもしれないので申し訳ないんですけども、こちらのレイアウトの作業の際にですね、開業だとかそのようなものはやっぱり現地の言語が分かる人間にですね作業を分担する場合がございまして、その作業ですね、そちらの外部の作業者に渡す場合っていうのは、このように画像を粗くしたデータで作業していただくので、データの流出などそちらの心配はないものと思っていただいて大丈夫でございます。すみません、作業を続けていきます。こちら先ほどの中国語のレイアウト作業に入りま です、ね、流し込みを行った際にですね、文字が規定の範囲から溢れ出してしまうオーバーフローというものがあるんですけれども、こちらはやはりですねセリフが欠けてしまうので結構な問題となるんですけれども、こちらインデザインの機能でですねすぐに見つけて修正もできますので、こちらの、オーバーフローって字が溢れちゃって表示できないものは自動的にも赤くなって表示してくるわけですね。はい、でその対処法といたしましては、文字のサイズを小さくするだとか、あとはその文字の範囲 を、ねはい、広げるとかですね、あとは今こちらに吹き出しで綺麗な位置に収まるようにちょっと調整をすると、この繰り返しで中国語のインデザインデータを作っていきます。でこちらが完成したものとして、次に英語の流し込みをご覧いただきたいと思います。こちらが中国語を流し込んだままの方なんですけれども、次に英語を流し込んでいきます。こちらもですね自動処理で全部流し込んでいきます。じゃあ英語の XML をここに、これですか、はい、チャイニーズだからイングリッシュですね、一番上ですね、この、はい、この、まあ、データをこの中に流して込んである、はい、
今、まあ、どうぞと。そうですね、今こちら流し込まれたんですけれども、やっぱり英語縦書きのままなので、こちら今横組みに直すということになりますね。でまたこちらもですね、自動処理ですぐに行うんですけども、こちら実行して一瞬で終わります。こちらまでできたらまたレイアウトの調整に入っていきますね。で日本語と英語の場合で、あの行間だとかそちらの設定もまた違うんですけれども、この時に英語にふさわしいものに行間の設定なんかも変えてますので、すぐにレイアウトの作業に移ることができます。まあ、開業の位置とかそういうのはかなりあのおかしいところも随分あると思う。ただこれを見ながらあのいじくることができるということですね。そうですね。では次にレイアウトの作業に移らせていただきます。こちらもですね、やはりオーバーフローはインデザインの機能で対応していきます。こちらのがタイトルですね。テキストボックス広、文字の範囲広げて文字のサイズを小さくしてっていう感じで対処しました。でこちらもですね、また英語の場合はちょっと開業がちょっと難しくなってきてしまうんですけれども、例えばこの画面の左下の文字なんですけれども、単語が途中で下途切れてしまうといいますか、ハイフネーションというものがありまして、こちらが本当はエブリワンですね、なんですけど、こちらもできる限り解消していくんですけれども、どうしても出てしまう場合というのがありまして、でもそちらの場合でもインデザインの機能で正しい位置で区切られますので、こちらは問題がありません。でこうやってですね、英語の方の多言、インデザインも作っていきます。でこちらが完成いたしましたら納品という形になります。納品の形式は PDF、 そしてあと EPUB ですね。 EPUB は電子書籍用のデータ形式となりまして、でこちらでですね、実際 EPUB にした場合はどのように見えるのかということをちょっとご覧いただきたいんですけれども、こちらが実際電子書籍になった時のイメージになりますね。先ほど作業したページをご覧いただきたいんですけども、先ほどのところですね、これはこちらですね、失礼いたしました、はいはい、ね、ちょっと文字が見えにくいのでアップにしまして、このようにですね、綺麗に配置をして英語版を作っていくという形になります。もちろんこれはあのフォントを入れ替えるとか、大文字小文字の問題とかそういうものいろいろあるんで、これはまああのそういう、まあ、クリエイターの、その指示というか好みというか、そういうもので切り替えることができるということですね。はい、ありがとうございました。すみません、こちら作業をご覧いただきました。こういうようなものがですね、出来上がってきてるんです。ちょっとマットさん、もう一回あの最後に上がっていただけますか。ずっとご覧いただいてきてお分かりだと思いますけど、電子出版25年間ボイジャーやってきたんですよね。でもちろん文字物もやりましたし、漫画もやってきてる、ずっとやってきてるんですね。それでその中で自分たちだけで やったなかなかうまくいかなかった。でだん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 、今日ここに登壇いただいてるマットさんと知り合い、そして海外の事情も分かってくる、からリード者の佃さんたちとも知り合う、そしてお互いの力を出し合いながら、このデジタルっていうものに一歩一歩力強いものにしているということだと思います。最初からデジタルがいいのか紙がいいのかなんていう、そういうことじゃなくて、これ25年間かけてやっとこういうところの位置にまで来てきた。そして今こう手をお互いに結んでですね、なんかいろいろなことが前へ進もうかというような状態です。ぜひこういう一つのみんなで力を合わせるという、そのデジタルの出版の世界にどうか皆さんもご協力いただきたいと思います。今日はマットさん、それからリード者の佃さん、どうぞ皆さん拍手で手を挙げてください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。